10月10日、夕のみ言葉。私はあなたを悪人どもの手から救い出し、横暴な者たちの手から助け出す。エレミア書15章21節この約束をされた輝かしい人格に注目せよ。私は、救い出し、助け出すとある。主五自身がその民を救い、助け出されるのである。 ご自身が親しく彼らを救われることを制約しておられる。主がご自分の腕でそれをなされるのであり、主が栄誉を受けられるのである。ここには主を助けるために私たちの努力が必要だとは一言も言われていない。私のみが大空の太陽のように従前の輝きを放っているのである。ではなぜ私たちは自分の力を計算し、 血肉に相談をして自分自身を傷つけているのだろうか。主は私たちの細胞を借りなくても十分な力を持っておられる。沈まれ、不信仰な思いよ。沈まって主がすべを覚められることを知れ。またここには第二次的な手段や原因については少しもほのめかされていない。主は友人や助け手についてはいささかも語っておられない。 主は単身でことにあたられ、人の助けの必要をお感じにならない。私たちが周囲の友や親戚をあてにすることはすべて虚しい。もし彼らに寄りかかるならば、私たちは彼らが傷んだ足であることを発見するだろう。彼らは私たちを助けることができるのに、助けようとしないことがしばしばあり、また助けようとしてもその力がない。 約束は神からのみ来る。だから神を待ち望むことは良い。そのようにするとき、私たちの期待は決して裏切られることがない。私たちが恐れる悪人たちは誰なのか。彼らは主によって根絶される。彼らはむしろ哀れむべき者たちである。彼らはより頼むべき神を持たない人にとってのみ恐ろしいものである。主が味方であるとき、 私たちは誰を恐れよう。私たちが邪悪なものを喜ばせるために罪に陥るならば、驚き慌てることもあろう。しかし、節操を固く守っているならば、横暴な者たちの怒りも、私たちの善によって圧倒されるであろう。大魚がヨナを飲んだとき、大魚はヨナを消化することができないことを知った。ヨが教会を飲み込むときも、 世は教会を吐き出すことを喜ぶのである。どれほど火のような試練の中にあっても、私たちは常に忍耐し、自分の魂を失わないようにしよう。